ましたので始めさせていただきたいと思います。まず最初に今日の時間の予定をお知らせしたいと思います。弁護士那須和之先生でいらっしゃいますけれども、まず2時40分まで1時間ほど お話をいただき、30分から3時10分までお休みといたします。でその間ABC のグループをお借りしたかと思うのですが、前回同様グループでお話をいただき、一点違うのは前回はそこで質問事項を書いていただきましたが、今回はちょっとそれはなくて、最後に3時40分から4時の間10分ほど質疑応答という時間をいたしますので、その時にご自由に質問をしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではまず梓原先生のご紹介をしたいと思うのですが、昨年おいでくださった方はよくお分かりかと思いますが、昨年9月に戦争をやれる憲法、個人より公を優先する自民党改憲草案と題しまして、お話しいただき、大変興味深い有意義なお話だったので、今年もぜひにということでお願いいたしました。ご存知とは思いますけれども、先生は1943年に群馬県桐生でお生まれになりました。で一橋大学の法学部においでになった時にはベトナム反戦運動に大変力を注がれました。そして1971年に弁護士登録をなさって以来、外国人の人権とか、報道等人権とか、そういう人権問題を主に真摯に取り扱われまして、熱き心の人権弁護士として務め有名でいらっしゃいます。昨年の落合恵子さんのエピソードをお話しなさった時や、その前に小林武のお母様のお話をなさった時、先生が絶句されたことが私は今も胸に残っているのですけれども、本当に人間として深く熱い方だなと思いますので、今日はその先生のお話をたくさん聞いていただきたいと思います。現在は日本弁クラブの理事をしていらして、平和委員長として戦争と文学連絡シンポジウムの企画やコーディネートをなさったり、今は特に、戦争をする国の暴走政治ストップ国軍市民連合の呼びかけ人としてご活躍なさっています。著書といたしましては、2013年にこの前夜をお出しに、これ共著なんですけれども、でその後時勢が変わったので改訂版で補足をして、この前夜を2015年に上書にくださっておりますし、またちょっと法律的な本なんですが、顔を持ってるリーガルマインドもお出しになってて、今日先生サイン入りで用意しておりますので、このまた先生のサインが素敵で、子どもたちの瞳輝けって今日はこれを書きくださってますが、短歌をたしなまれるのでいろんな素敵な言葉を書いてくださってますので、ぜひぜひ今日の記念にお買い求めいただきたいなと。でこれはもう自民党の改憲草案と今の日本国憲法を本当に詳しく比較なさって読み取っておられますので、ぜひぜひお手元に置いていただきたいなと思います。それでは先生よろしくお願いいたします。はじめに、はじめと書きましたレジュメでですね、去年も言いま申し上げたことで繰り返しになりますけれども、憲法の話というのはですね、まあ難しいなというのが大体通り相場なんです。僕はうんと噛み砕いて話をする人はその問題を普通の人の頭に分かるまでね、分かりきっていれば優しい話、実に優しい、ごまかしを全部取り去る。僕は小学生と中学生に、10年間、毎年というか、国分市内の小学校の時はかなり回りました。で小学校
の話は難しいです。先生ね、5分間で人権の話、5分間でしょうがないでしょ。もうこっち見るとね、幼稚園みたいな。こっち見ると6年生って言ったらもう思春期、もういるし。いや、参ったんすね。どうするかって言ったら結局ね、人権のことを考えてもらう、人権っていうのは、まあ後でちょっと結論みたいなのを言いますけど、人権のことをね、考えるってさせるような、もう絶対間違いない話っていうのをね、しなきゃいけないんで、私も結局物語だと思って、ね、物語を言ってそれがグッと引きつけたら、それで最後にその物語の意味を一行でバッとまとめる、これですね。でね、今日は中身に入ると長いんで言いませんけどね、こういうことある小学校でね、その後から一緒に行った人に聞いたんですけどね、男の子が最初女の先生にね、小学校3、4年の子がね、怒られて泣いてるんですよ。それで、ね、僕の話が終わった後ね、その僕の同行者が聞いた話で、同じ先生に向かって、男の子はね、先生、さっき僕のこと泣かしてたけどね、先生泣いてるのどうしたの？どうしたんですかって言ったらね、あ、今の話聞いて、泣かせにいられますか、浅田先生の話聞いて、なんていう話をね、したりしたんですよ。その時思ったのは、こういうことありますね。音楽家でね、地方の小学校、中学校行って一流の人が聞いたの、レベル落としてた、絶対最高の聴衆ですから、ね、小学生、中学最高の聴衆、一番、だってもうすぐその評論家みたいにこうお世辞言いませんからね、ガヤガヤガヤってダメな話、先生がそこ黙ってなんて言うことがあったら僕らが失敗ですから、そこ黙って姿勢正してなんてね、これダメです。だからそういうふうに井上久志さんがやってきたように、難しいことを、分かりやすく面白く深く話をしなきゃいけないというのは、立野憲法の、話をする時の、なんて言いますか、心が。で、今日の話は実は僕自身も準備をする中で気がついた新しい発見があります。その発見についてある仲間憲法学者に言ったところ、それは初めてな、聞いたことないって、よくわかんないからよく自分で調べてくれなって言われちゃってね、僕は憲法学者の人にちょっと確かめた、最後の結論で言います、ただ今の選挙情勢なんかから言うとね、こう時々夜中はね、これが本当に僕の考えた通りだとすると、大変なことだなと思ってね、こう陰陰滅滅とぐーっと沈み込んでいくことがあるかもしれないけども、しかしそうなのかなっていう、そっちのこういうだけの話なのかなっていうね、そこが、僕の、一つの疑問であり問いかけ、自分の知恵なんていうことで問題にあります。国家緊急権ということが言われるんですね。緊急事態宣言が必要だと、菅官房長官というのは解けた感じの顔でね、今日は動画入ってるから冗談がこうちゃんと、本当はもっと面白い冗談いろいろあるんですけども、冗談の顔で、とぼけた顔ぐらいはいいんですよ。とぼけた顔で4月に熊本の地震の時に緊急事態宣言で憲法改正が必要だと言ったんですよ。これネットで大騒ぎになったんだけど、あんまり本当の話題にはなくて、僕自身も大変だぞっていうふうには思わなかった。だけどそれはこうなんだろうなというね、唐突感があったわけですね。その唐突感が後で調べてみると分かった。それも後で言います。で、国家緊急権というのはね、これが憲法の勉強の課題ではほとんどあんまり今までやってきてないんです。国家緊急権というのはこの本に非常に立派な定義が出ています。橋部さんの憲法。これは憲法をちょっと少なくともがっちりやってみたいなという人はこの本は、買って枕の代わりにこうやって出る価値があります。憲法第6番、岩見書で、橋部信樹さんですね。で、ここにですね、
こういう、ちょっと舌を噛みそうな定義が出ております。376ページ。国家緊急権ではない。緊急事態宣言というのは国家緊急権ですよというわけですね。で、戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など、普段平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、ここからです。国家の存立を維持するために国家権力が立憲的な憲法秩序、憲法に基づく憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限を国家緊急権という。今度は普通のスピードでやります。戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において国家の存立を維持するために国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限を国家緊急権という。これだって分かんない。これ要するに憲法秩序を持たせるために憲法を止めるんだと、こういうことなんですよ。憲法秩序を守るために憲法を一時止める、こういうことです。まあ、はっきりと恐ろしい規定で、なんでこんなものが出てきたのかっていうんで、麻生さんの言葉をここに紹介します。麻生さんというのはね、これまたその動画に入ってるんで冗談がちょっと、麻生さんって面白い人ですね。面白いってのは何かっていうと、学歴調べてみると、学習院、ロンドン大学、スタンフォードが言ってるんですね。これをずっと見るとね、いわゆるリベラルアーツ、西洋的、欧米的なね、憲法理論とか、常識ですね。これはもうしっかりと、もうこういう大学でもものすごくやりますから。リベラルアーツです。リベラルアーツ、一般教養。で、この教養人がですよ、まあ漢字の読み方なんか時々間違ったりしますけど、英語は読めるんだと思いますね。2013年7月29日、民間シンクタンク、国家基本問題研究所、これは桜井よし子さんが役員やってるシンクタンク、このシンポジウムで、こういうことを言ってる。憲法改正は静かな環境の中で議論するやという文脈の中で、改革を起こる。ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わってナチス憲法に変わってきたと。誰も気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね。これね、もう欧米ではすごい反響を呼んでる。なんだこれと。プルトベングラっていう指揮者がいますね。あの人はナチス下にいて演奏活動やってたんで、アメリカにしばらく入れなかった。プルトベングラね、ベートーベンのシンフォニーの指揮で有名。それから、確か僕の記憶で間違いなければ、ハマーショルドという事務総長をね、国連の事務総長やった人は全然ナチスと関係あったんじゃないかっていうんで、そう事務総長が辞めた後も相当騒ぎ。こういう発言を欧米の政治家がしたら、翌日政治生命を失います。これ大事なことですよ。それを彼は欧米的な教養で知っているはずなの。ロンドン大学出て、スタンフォード大学出て、そういうところでね、学生同士で議論してるから、ナチスのやり方をね称賛したら、どういうね、その政治的な危機に出会うかということを知ってるはず。それでもあえて言うっていうのは何なんだと。ここは疑問ですね。大いなる疑問です。だから日本では騒ぎにならない。もう、ドイツの新聞、有名な新聞とか、それからユダヤ人の人権団体から、もうユダヤ人の人権団体からかなり早く抗議声明。ドイツの新聞は、これは麻生さんがちゃんとね、ナチスがどうやってこれを
手に、したかというのが、ね、自然権法というのはね、名人法を手にしたわけ知らないんじゃないかというような批判してます。で、一体その、じゃあナチスがやった全権委任法というのはどんなものかというのをここに貼り付けておきました。これすごい、非常に分かりやすいんですよ。第2項です。一番分かりやすい。要するにね、国会で作る法律を内閣の閣議決定でできるんですよ。もうすごい、まあ、もっとも日本でもやっちゃいましたけどね。集団的自衛権の容認というのを閣議決定でやっちゃったでしょ。やっちゃったんだけど、あれ別に法律的な根拠でやったわけじゃない。こうですね。ドイツ政府によって制定された法律、これは政令ですね。政令は国会及び第二の制度そのものに関わるものでない限り、つまり国会を廃止したりで任制を廃止したりということはない限り、ここすごいんですよ。間を取ると、ドイツ政府によって制定された法律、政令は憲法に違反することができる。すごいでしょ。これと自民改憲案に言う自民改憲案の98条と99条を見ると、98条の1項は2ページ目、このレジュメの2ページ目です。98条、内閣総理大臣は我が国に対する武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他の法律に定める緊急事態において、これ足部さんの定義と同じですね、特に必要があると認めるときは法律の定めにより閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる。で、99条には1項、緊急事態の宣言が発せられたときは法律の定めるところに内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。はい、新しいお客さん来ました。少し待ちましょう。大事なところ、関係して関係することを少しお話しします。最後に、今日の講演の最後にはこれをご紹介いたしますけれどもね、ゾーフィー・ショール、最後の祈り、最後の日、白バラの祈りって言うんですけど、この、ナチス全権委任法の話をするときに私はこの人のことを忘れることができるんです、学生時代、白バラは散らずという本があるんですよ。これは出版社から見ておる、まあ、最後のもうナチスがソ連に攻め込んでやられて危なくなった時期にミュンヘン大学で、女性がね、チラシを撒いて、もうこの戦争はやめろというチラシを撒いて捕まって、処刑されたという話なんですけども、この、戻りますと自民改憲案の98条と99条は、ナチス全権委任法の、1ページ目に全権委任法を書きましたね。ドイツ政府によって制定された法律は国会および任意制度そのものに、関わるものでない限り憲法に違反することができる。これとこの自民改憲案の98条99条がその通りは書いてないけど同じ法律的な意味を持つように書かれているということを解説します。いいですね。全権委任法とわわわ騒いでね、危機感を持ってるんじゃないですか。法律的な表現としては同じなんだという、そういうことなんですね。もう一回戻りますと、大事なところですから繰り返しますけれども、自民改憲案の98条というのは
先ほどの渋谷さんの定義に書いたように、こういう緊急事態が起こったときは宣言ができると、緊急事態宣言ができる。で、99条の1項で緊急事態の宣言が発せられたときは法律に代わる政令を作ることができる。じゃあ法律に代わる政令というのはどういう効果を持つか、これがすごい。これがナチス全権委任法と同じなんですよ。いいですか。3項99条の3項、これはね、20丸してください。赤丸してください。20丸。99条の3項、緊急事態の宣言が発せられた場合は何人も法律の定めるところにより当該宣言に関わる事態において国民の生命、身体、財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。義務になる。義務に従わなければならない。その後この場合においても憲法の14条、18条、19条、21条その他の基本的人権に関する規定は最大限に尊重されなければ全般は義務になる。後半は尊重です。これは法律的な表現としては違うんですね。あんたね、大事なところになると力入れる癖だった法律的な表現としては違うというところがごまかされている。いいですか。ナチス全権委任法生の違うよ。麻生さんはね、やり方に学んだらどうかねって言ったけど、それは大げさだよ。そうじゃない。僕がいつも言ってるのは、法律的な表現は法律的な読み方をしなければいけない。いいですか。9条3項の全般は義務、法的な義務です。従う。9条3項の後半は、国はその時に憲法の人権規定を尊重しましょう。尊重ってのはふわっと弱いんですよ。これはいろんなね、判例で、守るというのと尊重は違うってことになって、これ例を挙げることになります。で、どういうことかというと、フランスの緊急事態宣言法をの例を見てください。フランスでテロがありますね、大テロが。フランスで、令状がなくて700件以上の捜索差し押さえをやっています。テロがあったからしょうがないんだ。これね、警察庁長官の行政命令です。裁判所の令状をなくして捜索差し押さえ、400件以上の自宅軟禁命令というのが出されています。自宅軟禁命令というのは、拘置所とか留置場に連れていくんじゃなくて、豚箱に連れていくんじゃなくて自宅に留まってください。400件以上です。逮捕と同じです。これ令状なくしてどうしますか。自民会見案はの99条によれば、政令でですね、政令で令状をなくして捜索差し押さえ、令状をなくして逮捕ができるという条文を作ることができる。それがナチス全権委任法と同じだということを僕は言っている。危機感ではなくて法律的な読み方としてはそう。じゃあなんでその欧米的教養を学んだはずの麻生さんがナチスのやり方を学んだかと、はずのと言ったのは、どんな勉強してたのか詳しくは調べてないんだけど、向こうへ行って大学の生活してればね、ババーンと学生同士で非常に厳しい討論やります。ナチスのね、ことを言ったらどうなるかっていうのは当然知ってるはずの人が、なぜそういうことを言ったかというんで、ナチスのがどうやってこの全権委任法をヒトラーが手に入れたかというのを歴史の本で調べて、いろいろ調べてみましたけど分かりにくいんですね。ぐちゃ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 して自分の主観で調べて、一番比較的分かりやすいのは最近のこれ、ここでですね。これはね、そんなにまあ今のこれからお話しする経過を理解するのに
1時間もあればその部分だけは読めます。石田裕二さんという東大の先生の20世紀ドイツ史というところですね。これを見るとその第一次世界大戦から、ヒトラーが、政権を取った、さらに政権の中で絶対的な権力を握るまでの経過がよく分かります。で特に普通の庶民がね、普通の庶民がどうやってそれに巻き込まれる、これはありふれたファシズム、オーディナリーファシズムっていう、1965年にソ連の映画人が作った映画ですけど、ここにもそのなんであんなものをね、今ドイツってあんなあの立派なこうなんていうか再生を遂げた国なのに、なんで普通のドイツ人があれに巻き込まれていたのかっていうのをこれよく書いてますし、この本もその意味では分かります。ただの数のここでから、レジュメで出ている議席の数だけではない。ただやり方の頂点としてはこうなってるんですね。1933年の選挙結果をここへ見てる。ナチス党が、288人、ドイツ社会民主党、まあ日本でいう、浅沼さんが率いていた頃の社会党みたいなですね。それからドイツ共産党、今の社民党みたいなね。それからドイツ共産党が81議席、すなわち両方足すと約200議席のいわゆる社協が議席を持っていたのです。33年3月。そうすると647ですから総議席がね、少なくとも約3分の1に当たるものを議席を持っていた。ならばそんなに簡単に取られるはずはないだろうというふうに思うんですが、ヒンデンブルクという大統領がね、この緊急事態宣言と同じ緊急事態令というのをね、このワイマール憲法の中に持っていたんですよ。それに従って、共産党はね、共産党はこの憲法秩序に、ね、反する政党だからって言ってね、活動を一時停止させて逮捕したんですよ。議員たちを逮捕したんです。この共産党の議員ね、81の、議席をね取っちゃった。それで、憲法に反するものだから、ワイマール憲法に反するものだから本当は3分の1、を取らなきゃいけないんで、中間政党も言いますからね、3分の1は取れないはずなのに、その、ね、乱暴にも逮捕されている議員のあれをね、分母から外しちゃった。本当は3分の1と3分の 2になるんだと言ってわーっと強行してね、で社会民主党だけは反対して、それでこの議席数の中でさっきの憲法に違反する政令を作ることができるというね、全権委任を作っちゃった。これすごいんですよ。で、国会議事堂放火事件で、この社会民主党の議員を逮捕したのは間違いない。国会議事堂放火事件で共産党の議員を逮捕し、その不在の下で全権委任法を法に成立する。で、特に、ヒトラーの伝記とかヒトラーのことを追ったあれを、読むとですね、何にどういう国民感情に依拠していたかというと、これは参考文献に書きましたけれども、参考文献のところで書いた、西部戦線異常なしですね。これ有名な映画もあり小説もあるんですけど、この西部戦線異常なしっていうのはデマルクの、まあ、もう世界で1000万個くらい出てる、もう超ベストセラーです。これ見るとですね、第一次世界大戦でどれだけ残虐な塹壕戦が行われたかっていうのをね映し出して、それから名画で、スタンリー・キューブリック監督の突撃っていう、これもすごいいい映画なんですけど、塹壕戦っていうのは850キロですかね、残壕が気づかれて、そのお互いで相当ひどいことをやり合った。その時にその戦争でもドイツの兵隊っていうのもひどい戦争体験やってるわけですね。死んでるし怪我してるし、
そういう中で第一次世界大戦にドイツは負けて、ものすごい賠償をふっかけられるんですよ、連合国がね。それで、その賠償のこの負担を背負ってやっていくために経済がもう回っていかないと、そういう中でもういわばなんていうかナショナリズム的な感情が出てきて失業者も出る。その失業者はどこへなだれ込んだかというと、この本によれば共産党とそれからナチ党に回ってない。すごいそれから共産党と社会党の間の対立もあってですね、非常に激しい社会的な対立が起こって、その中で、いわゆる反、連合国会と反その賠償感情に乗っかってナチス党がどんどんこう議席を増やしていくという中で起こったのが全権委任。その一番大事なところは、その共産党議員が逮捕されていないところでこの法律を通したということなんです。でなんで私が 今の危機感を持っているかというとですね、これは今ベストセラー、これはあの本当ベストセラーです。もう15万ぐらいいってるかもしれない。この間見ただけ12万5000円です。菅野寛さんという総裁が日本会議ですね。週刊朝日には最近日本会議と安倍政権の関係と出てきましたけど、これは相当日本会議っていうのは系統的な、ね、会見運動をやっています。で、日本会議そのものではないけど、その中で有力な力を持っている日本政策研究所というところがあります。そのこの本の中の181ページに、日本会議の研究の181ページに、会見の憲法改正のための3つのテーマといって、3つのテーマ、そのトップに緊急事態条項が入っています。1番緊急事態条項の追加、2番家族保護条項の追加、憲法24条の改正、3自衛隊の国軍化、軍隊化ですね。これ3つです。その一番最初に緊急事態宣言が上がっている。だから安倍さんは2016年1月に緊急事態宣言ということが必要だと言い、菅さんがとぼけた顔で記者会見で、あたかもその時言ったかのようなんですけど、実は用意したメモを読み上げながら、熊本の経験に鑑みるに緊急事態宣言が必要だと。だから今度の今やっている参議院選挙ね、いろいろ新聞が、3分の2の議席はどうだというようなことを言ってますけども、まだまだ分かりませんが、しかしどうなるにせよ、仮に3分の2に届かなければ、その民進党の中のね、ちょっとそんなに確信を持ってない人にガワッと働きかけながら3分の2で改憲勢力を作ろうとするでしょうし、その時にですね、その時に一番最初に上がってくるのは緊急事態条項だと。自民改憲案の98条、99条、しかもその98条と9条が憲法をの中にあって、憲法を変える力を持っているというところを強調したいと。それでですね、これまた私ちょっとこれ本邦初公開じゃないかなと思うんですよ。ですからちょっと小さい声で言ってみたいんですけど、政令201号ってのは、そうですね、この中で3分の1ぐらいは政令201号、政令325号、これね、調べてみたら、あ、そうかと思うんですけど、政令201というのは、占領軍、まだアメリカの占領軍がいる頃で、昭和23年ですね、
の現場でストライキにかかって起こっているんですけど、岩手ですよ。国鉄の労働者がですね、国鉄の労働者が自分たちは公共企業体、公務員と同じ立場にいるものであるが、それを知りながらストライキをやる。その時、占領軍がストライキをもやめろというふうに言っていた時期です。それから政令325号というのは、占領目的に阻害する行為をした者はなんと懲役10年。そういう占領目的阻害行為処罰令と。だ片っぽは労働基本権を否認し、片っぽは表現の自由を否認する。しかも憲法がすでに昭和23年でしょ、成功がね。22年か。22年に施行されてるから、憲法は力を持ってる時なんですよ。それで当然それは、弁護人についた人はね、おかしいじゃないか、でも憲法違反だろうと、そんなもの無効だろうというふうに言うわけですよ。占領軍がいようがいまいがね、日本国憲法あるんだろう。そういう理由書が書かれている。しかし、さあ、解説です。大発見。まずですね、政令325号事件というのはね、絶対おかしいのは、占領目的を阻害する行為をなした者はっていうだけでね、何にもね、例えば人を殺したら者は殺人罪だとか、傷つけたら傷害罪だとか、ぶん殴ったら暴行罪だとかね、物を盗んだら窃盗罪だとか、はっきりしてるの、構成要件と。でも何にも構成要件に書いてない。こういうのを白字放棄と。白字放棄は罪刑法定主義に反しますから、すでに、施行された日本国憲法31条に反するわけ。これおかしい。非常にはっきり。それから、201の労働基本権があればね、否認はね、これは憲法28条で、全ての労働者にね、早期権を認めた、団体交渉権、団結権を認めたものに反して、これもはっきりして、これ弁護人が言うわけです。ところがですよ、これすごいこと言ってるんだな。これ二重丸です。政令201号のこれちょっと硬い文章なんですけどね、ちょっと、後でまた動画でも確認していただきたいし、私急いでパンフレットを作ろうと思ったんですが、ブックレットを作ろうと思ったんですが、こういう文章ですね。連合国の管理にあった当時においては、日本国の統治の権限は一般には憲法に行われている。しかしながら連合国最高司令官がポツダム宣言の降伏条項を実施するため適当と認める措置を取る関係においては、その権力によって制限を受ける法律状態に置かれているものと言わなければならぬ。すなわち連合国最高司令官は報復条項を実施するためには日本国憲法に関わりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置を取り、日本官庁の職員に対し指令を発して、遵守実施せねることを得るのである、こういうことに基づき直令542号、後の201号は、降伏文書調印後間もなき、昭和29年9月20日に制定され、この直令は前期基本閣議、すなわち軍司令官が憲法の上にいる、そういう秩序を実施するために政令が作られた。だから、こういう政令は、日本国憲法に関わりなく、いいですか、日本国憲法に関わりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。だからこれをなぜね、そうそう、これもう一つ、なぜ法律があるのに
緊急事態のためのね、災害のための法律、原子力災害の緊急事態の時の法律、それから戦争、自国防衛戦争、そのいわゆる 集団的自衛権ではない個別的自衛権を実施するための武力攻撃事態法に基づく緊急事態、緊急事態が全て法律にも定まってるんですよ。全部今さっき言ったようなことは法律でもう決まってるんですよ。災害の時にね、物資を正当に出さなきゃいけない、警察官の指示に従わなきゃいけない、原子力災害の時もね、そういう時にね、従わなかったら罰則がちゃんと決まってるんですよ。決まってんのに法律で、なんで憲法で菅さんがポーンとね必要だって言うんですか。それはこれでしょ、これいいですか。日本国憲法に関わりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない、すなわちここで言うこの11項ですね、11項憲法の中にあって憲法を超越する権力を作る緊急事態宣言状況なんです。だから関係ないですよ憲法、この98条99条を作ることによって、自民会憲法の98条と99条を作ることによって憲法を止める、止めて今ある日本国憲法の中の31条、それから31条は適正手続き条、憲法35条は捜索差し押さえの時は裁判所に行って令状をもらいなさいよ、人を逮捕する時には33条で、憲法33条で令状をもらいなさいよ、そういうこと関係なくフランスのような警察庁長官の命令によって、行政命令によって捜索差し押さえと逮捕ができるものを狙っていると言われてもしょうがない。でしかもそれはこの日本会議の研究の中のさっきの引用にありますように、日本政策研究所の、ね、第1項に改憲アジェンダの第1項に上がっていると。この日本政策研究センター、日本政策研究所じゃなくて研究センターの、中心人物は安倍政権の、ブレインの5人がいる、5人のうちの1人と言われています。その人が緊急事態宣言条項を憲法に求めることが必要だと。もう一つ証拠があります。彼らが急いでる、日本会議が私たちが急いでる、今年の1月の初詣の時に神社本庁に入っている神社で署名運動をやったんですね。でどこの神社もやってるわけじゃないです、神社本庁に入っている神社ってのは全部じゃなくて、やっぱり一定の傾向を持った神社が入ってる。この間安倍さんがオバマをご案内した伊勢神宮もこの神社本庁になってるんですね。靖国神社も入ってる、国分寺の地元の神社さんは入ってなかったらしいんだけど、そういうことをやってるところではね、こういうね、こういう理論は知らない、まあ、なんていうかな、仮にここで代名詞を許していただくとすれば、西国分寺のね、駅頭で、この市民連合の、呼びかけ人の一人がね、なんか、いや、ちょっと代名詞っていうのは、ちょっと差別語だって言われて、おばさんたちが来たり、なんかその人が言ったらね、なんとかさんが近づいてたら、何の証明やってるんですか、こうやって隠してる、あんたたちとは違う証明だと、いや、まあいいから見せてよ、言ったら、緊急事態宣言は、のために憲法改正が必要ですという署名やってる。この署名の集め方は、この本だったらもう一つ、家電車っていうところからね、日本会議の全貌っていう本なんだけど、どっちかに出てるんだけど、その署名集めるときはすごいですよ。1000万目標です。戦争法反対の署名の目標は2000万だけど、今は1200万を超えてるんだけど、
この緊急宣言事態条項の署名は1000万を目標です。これ何かというと、そこにね、住所と電話番号を必ず書くように、国民投票を実施の時に電話をかけて、うーってやる。大変ですこれ、もう準備に入って。でしかもまあなんていうか運命的な感じするんだけど、この日ね、2016年6月26日、今参議院選挙の真っ最中の中にですよ、中で、会見、サムネに届くかどうかは別、届かないとしてもかなり、接近するかもしれないという中でですよ、中で力入るな、このお話が行われてます。この動画をね、ぜひ、僕はマスメディアのね、新聞記者からテレビ局のね、記者たちにぜひ見てもらいたいんだけど、お試し会見なんて言ってる時じゃない、お試し会見じゃないんですよ。ナチス全権委任法と同じ効力を持った、そして政令201、政令325事件で最高裁がすでに書いているように、この緊急事態宣言の下で出された政令は憲法の中にあって、憲法を否定できる、ないがしろにできる、そのようなもの。しかも東日本大震災、熊本の大地震という災害不安に乗じて、すでにこういう緊急事態法令集、これはご存じない人多いと思うんだけど、ね、この本の中にも災害対策基本法、それから原子力、災害対策基本法、それから武力攻撃事態法の中にはっきりと緊急事態に対する法令はすでにあっ、憲法を変える必要はない。テロに対する緊急事態宣言のね、法律もすでにあるんですよ、知られてないけど。武力攻撃事態法の22条の中に、松本サリンのような、地下鉄サリンのような、ああいう大規模テロがあったらということでしょう。緊急う、宣言を内閣が出して、それによって、処罰を含むね、あれを出せるというね、法律がこんなこと書いてあるんですよ。そういうの全然言わないでしょう、安倍さんも菅さんも。あの菅さんっていう人もなんだな、うなぎだな。つかみにくい。つかみにくいですね。もうこうなんていうか、すごいこと言ってるわけです。僕はね、ナチスの場合は捕まえてダメにした。全権委任法。日本の場合は何かというと、騙しです。どちらも共通しているのは、ね、僕はなぜだと、なぜこれを欲しがるのか。つまり、意思を元にしないで、国際人権規約、マルコ国人権規約の19条の、ね、に表現の自由ってなんですよ。表現の自由の第一項が非常に意味深長なんだ。およそ人民は自分の意思によって決定することを干渉されないことをもって基本的人権とする。それがね、表現の自由の第一項に書いてあるんですよ。で第二項に、およそ人は伝え受け、表現をねすることができるっていうね、その次に表現の自由そのものが出てくる。要するに一番大事なことは、自分の意思で全てこの国の運命を決めていくっていうのが人権なんです。それを干渉されたよね。干渉するやり方に、ナチスのように暴力的にやっちゃうのと、騙してやるのと同じなんですよ。なぜかって、騙された時は人々は自分の判断で緊急事態宣言条項が必要だと思ってないんですよ。だってこの繰り返し言っている既にある法律のことを知らずに、だってさ、おばちゃんたちがね、すいません、おばちゃんと言ってね、ご婦人たちが
集めていたのは知らないんだ、隠しちゃってね。そっちは戦争反対し、こっちは今年の持ち合わせも始まった。だからこれ選挙の後も相当早い勢いでね、憲法改正発議が出て、国民投票に向かう可能性があるかなと思いますね。で、さっき言った枕に戻りますけれども、枕話に出てくるお客さん、廊下のおかみさんがね、あなたね、交渉の話をしようすんじゃないよ、分かりやすい話をすんだよって言った、落語家のおかみさんの親父が言ったんだけど、お花こういうことだったんですよ。ちょっとね、ちょっとこう、最近の寄席なんか行くとこう話の筋があって、ちょっとこう枝道に揃えないと調子が疲れてる、面白すぎてね、今日の話面白すぎて疲れないとは思いますけども、ちょっと休み的に入れますと、僕は地元で日立中堅というところで葬儀団の事件をね、やっていまして、その葬儀団というのはね、半年に一遍か1年に一遍合宿やるんです。そこへいろいろ支援の人たち、統計大の教授が来てね、僕はその弁護団に入ったと思うんですけど、統計大の北田さんが、ひたくちゃなかったな、お風呂に入るんですよ。お風呂っていうのはもうお互いにそろそろおっぱいだとね、いよいよ風呂の顔をこうじっとこう洗いながら見てね、こうやって見てね、朝さんという、僕10歳と言ってたんで、朝さん、あんた話が下手だね。え、あ、そうっすか。いや、本当にやった。そのお前の神さんのね、お父さんに習ったわけ、長く共産党で活動した大野みすれっていうんですか、その親父のね、演説をね、聞いたわけ。なんであの人は演説がうまい、その頃まだ元気だった、うまい、一度聞いてみなさい、なんで演説のうまさってのはどうやって出てくるか聞いてみなさい。付け加えますと、田中真紀子ってほら、田中角栄のこと最高じゃないですか、それ以外は全部ゼロ。僕、うちのね、その落語家のおかみさんもね、全然その親父以外は全部聞いてない。どう10点ぐらい来るって、5点以下、いやもうすぐだよ、たまに褒めなさいよって。で、本当にダメなんだから、ダメなんだで、言いますと、そのね、親父さんのところへ聞いたら、僕は最後、介護した時にね、演説ってどうやってるんですか、いいか、とにかくね、話をする内容を分かることだ、自分が分かんないで人に伝えることができない、あ、そうだ、それからもう一つ、時間をね、もらってても、1時間、今日時間もらったんですよ、10分で本題が終わったら、ね、それでやめんだな、あとも50分はね、ずるずる伸ばすことはないんだよ、そこでやらせ、今日も時間みたいな、まだ時間あるけど、本題話したね、ぐらいなもんで、要するにね、皆さんがこれから今日聞いた話をね、お聞きになった話を、これは大変だと誰かに話して、この選挙の真っ最中だから、まあ、大変だよ、ぜひ誰か電話をね、電話は全然自由ですからね、電話は。ツイッターやってる人と、ホームページ持ってる人は自由ですからね、電話は自由ですから、自民党と公明党だけは入れない方がいいよどうもという時にですよ、言う時に、自分で分かんないことは伝わりません。だから話をしようとなら、5人なりね、10人なりで、ちょっと何かやってみたいなと思うときはね、僕はね、山梨学院の法科大学院っていうところでやって、ね、10年間授業やってるんですけどね、学生の10倍勉強しますね。もう最初ね、ある話をしたら、もうパーンと横向いてね、犬の話でも聞いたら、おとといこいっていう話してるから。じゃあ次から俺が10倍勉強して群馬に下らせてやるっていうんで、
うわーってね、すごいできる人たちをドラッと分かりましたっていうようなことをやってですね、見たんですけども、要するに皆さんが誰かにお話しするときは何か疑問なところがあったら徹底的にしよう、こういう本を読んだりね、この本を買ってみたり、それからこの、レジュメをもう一回線引いてありしてみたり、とにかくご自分で分かったら、あ、そうかって分かったら人に話すということですね。それだけです。というわけで枝に入りましたけれども、今の時期においてすごく大事なのはこの マルチン・ニーベラーの言葉をぜひご紹介しておきたいんですけど、この間はわざわざ選挙の前に、閣議でですね、共産党は破防法適用団体であるという閣議をわざわざ決定したんです。それ何か、なんで今これ破壊活動防止法の適用団体、公安調査庁の対象団体、調査対象団体になる。それは、暴力革命をやるということを綱領に掲げている。そのこと書いてないんですけど、綱領に掲げた政党であるからっていうのが、その破壊活動防止法の適用要件なんです。そんなのなんで言うんだと。それからこの間、選挙の前の日の日曜討論、1日目の日曜討論、安倍さんがね、声をちょっと低めて敬語を使ってね、 C さんの方、共産党の C さんの方、今度のこの野党共同が、ね、共産党さんがリードをしてるんですよ、なさってるんですよ、敬語使って。この関西の方 のビラでも見たけど、共産党と一緒の共同でいいのかっていうようなあれ出てるんですね。面白いね。昔の僕が聞いた、こういう演説をしている人がいて、共産党って言うんだけどさ、これ赤だったんですよ、ザワザワザワってする。変でしょ、ビラもあれで、ね、共産党って言うとザワザワする。赤っていうのは戦前から染みついてるんですよ。そういういわゆる共産党が嫌いだ、おっかないというね、そういうところに乗っかってこういう時期っていうのはやってくるんですよ。その時に我々は、共産党を支持していても共産党員じゃない人、それからあんまりかもな、だからまあ一緒にやんなきゃしょうがねえかなっていう人の時に僕が考えた方がいいのは、共産党ちょっと嫌だな、あんまり一緒に嫌だな、あちょっとごめんっていうのはいい。だけど どうですか、共産党は嫌いだけど戦争はその100倍嫌いじゃないですか、皆さんね、憲法はその100倍好きじゃないですか。そういうそのことで考えていけば、僕はね、で一緒にやっぱりね、市民共同、市民連合で一緒にビラ撒いてるとね、こういった人がいるんですよね。共産党じゃない人が、共産党じゃないことを名乗っている人がね、こう言ったんですよ。私たちだけじゃね、もうあそこで9月19日、去年ね、国会通っちゃって、もうあそこでやめだったんだよね。だけどね、こうやって一緒にやってると不思議なことにね、力が続くんだよねって言ったんですよ、女性がね。これですよ。この力で選挙も憲法を、ね、守る勢力が勝ちたいし、それから憲法選挙の後も憲法を、ね、変えさせない、そういうことが必要だというために僕はこのマルチン・ニューエラというところドイツの、牧師さんの言葉を紹介したい。ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声を上げた。私は共産主義者ではなかった。社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声を上げなかった。私は社会民主主義ではなかった。彼らつまりナチスが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声を上げなかった。私は労働組合員ではなかった。
そして彼らが私を攻撃したとき、私のために声を上げる者は誰一人残っていなかった。で、ここでちょっとね、ちょっと厳しい話を申し上げますけど、白バラの祈り、これは1955年に訳された白バラは散らずというこの亡くなった人のお姉さんが書いた本があるんですが、1960年代にも学生たちが結構読まれていました。僕は大学の教室でみんなが帰った後、後で有名な経済学者になった男からあの本読んだ方がいいって言われたのを今思い出すんですけど、最近憲法のままで映画の会っていうね、憲法考える映画の会っていう人と出会ってこの映画を紹介する、この、ね、白バラの祈り、ゾフィー・ショール、最後の日、この人がね、1943年ですよ。33年全権移民ですよ。10年経った時にもうがっちりユダヤ人と、ユダヤ人にはもう牢獄と収容所に入れられてガンガンやられた。その時期にすで、にソ連に攻め込んで、スターリングラードでめちゃくちゃにやられて、もう相当ひどい目に遭ってるから、その兵隊たちが帰ってきて、いわゆる白バラという集団を作って秘密結社でビラを撒いたんですね。そしたらミュンヘン大学にビラを撒きに行って、そこでゲシュタポに入ってる警備員に捕まって突き出された。そのゾフィー・ショールっていうね、兄と妹の物語なんだけど、特にその妹がすごい、この法廷、これは劇映画ですけどね、ここで裁判官に言うんですね、私の首はやがて落とされるでしょう、しかし明日はあなたですよ、明日はあなたの首を捨てるっていうのを、裁判官一人はあなたはね、拘束して除名をしたら俺助けてやるぞっていうのは、それをパンタンですよ。この人すごいのはね、もう死刑だぞというようなことを前提にした取り調べをね、受けたその次の日に家族と出会って、すごいな、昨日はぐっすり眠れたって、なんだろう、キム大中、キム手順が公衆事件の後、ショーン・ドゥファンの軍事政権に捕まって法廷にかけられた時も、最後の彼自身の2時間にわたる彼自身の意見陳述の中で、私は死刑の求刑を昨日受けました、しかしながら熟睡できたことをね、神に感謝します、今までで一番熟睡できました、このことを神に感謝しますっていうふうに言ってるんです。名演説、1980年の直後ですね。これはね、このゾフィー・ショールにしてもらえないから、その精神性の高さ、つまり、バイツゼッカーがね、演説の中で、この彼女たちを記念する演説の中で言ってるんですよ。問題は、皆さん、この彼女たちの行動をね、ただ無謀であり、政治的な計算のない、意味のない行動だったという人がいると思うけど、私は違う、彼らは倫理において戦ったのですというですね、倫理の高さにおいて戦ったのです。その倫理は今を生きる私たちに呼びかけてくるのです。そこに彼女たちのね、存在意義があった、戦いの存在意義があったのですというんですよ。でこういう厳しい、この映画はこの会に、相談すると、そんなに高くないお金で1000円とか1500円ぐらいの入場料で50人100人のあれで上映できるそうですから、いいと思いますし、それからこれは普通の人がね、ファシズムにどうやって巻き込まれていった、今も、詳しくは申せませんけど、普通の人がこの日本会議のと関連する団体の中で、憲法改正の、あれに動いています。そんなに政治的じゃないなっていう人も動いています。
でそういう仕組みを仕組み心の仕組みですねを知るためにもこういうのはいいですし、これは倫理性の高さという点でこういうのがいいと思うんですが、ただ陰滅滅とこうぐーっとねこう下っていくだけでなくて、今抱けるかすかなる希望、その甘い希望ではなくて、僕は2つのことを申し上げたいと思うんですけれども、一つは戦争法反対の中で今までかつてなく選挙でですね、統一行動デモで統一行動をやったことがあるけれども、選挙で政党を超えてやったっていうのは、革新自治体が実現、井上さんが実現したとき、稲川さんが実現したときの自治体選挙ではあったけれども、議員の選挙ではなかったんですね。それが今度の参議院選挙では実現したということは、今後、選挙が終わった後の、ね、憲法改悪反対運動の中でも、きっとこの統一は生かせないはずだというのが、私はこの希望という中で一つ、挙げたいことですし、もう一つ、さっき言った安倍政権と日本会議の関係というのを書いた同じ週刊誌で、岸田外務大臣ですね、これは宏池会という大平さんの流れを組む派閥の、通り子ですけども、いやそんなに私は沈黙を守ってるわけではないですよということを、非常に穏やかな感じの人でね、ちょっとあまり武田しくないギラギラしてない感じの人で、オバマが、広島に来ることを実現、あのオバマの演説と来たことについて評価いろいろ分かれますけれども、しかし彼を連れてきたことには随分力を尽くしたということを話をしているんですね。でこういうその動きというのは、つまりそうそう簡単に、下り坂というのは いっぺんにね下っていくわけではない。でもっともっと今の状況より厳しい時に、よく引用される演説でありますけれども、1960年代アメリカの公民権の方法実現の運動の中で、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアが言った、わずか8分の、演説、ワシントン大行進の中の1人8分の制限時間の中で言った有名な演説があります。それを紹介して、なんていうか、つまり希望というものはそうそう簡単にね、彼女がそのぐっすり眠れたというね、希望というのはそうそう簡単に語れるものではありません。彼も仲間が、教会にね閉じ込められて火をつけられて28人一緒に殺されたり、木から潰されたり、消しかけられて、彼自身も後で銃弾に倒れるんですけども、そういう厳しい試練の中で抱く希望の言葉というのをもう一度私は、噛み締めてみたい。これは出典はアメリカの黒人演説集という中であります。I have a dream という演説ですね。私には夢がある。10万人以上の演説の時は I have a dream じゃなくて I have a dream というような、そういうそのイントネーションで言うんですね。僕もそうですね、10万人ぐらいのところで演説したことが1回だけあるんですけど、そういう時はそういうわけです。 I have a dream、 私には夢がある。いつの日か宗権唯一論と連邦法の実施拒否を口にする知事のいるアラバマ州が、黒人の少年や黒人の少女、白人の少年や白人の少女と兄弟姉妹になって手をつなぎ一緒に歩くような状況に変貌するのです。私には夢がある。私の4人の子供たちがいつの日か肌の色ではなく人格の中身によって判断される
国家に住むようになるのです。私には夢だ。いつの日かあらゆる谷間は高く上げられ、あらゆる丘や山は低くならせ、起伏のある土地は平原になり、曲がった場所はまっすぐになるのです。神の栄光は示され、あらゆる人間が皆一緒にそれを見るのです。これが我々の希望です。この信念で私は南部へ戻って行きます。この信念で我々は絶望の山から希望の石を切り出すのです。この信念で我々は不協和音で騒がしいこの国を美しい兄弟愛のシンフォニーへ変貌させるのです。この信念で我々は共に働き、共に祈り、共に戦い、共に刑務所に入り、共に自由を求めて立ち上がり、立ち上がるのです。いつの日か自由になることを信じな。ユダヤ人も非ユダヤ人もプロテスタントもカトリックも一緒に手をつなぎ、馴染みの黒人霊歌の言葉を歌い上げます。Free at last、 とうとう自由に、神よ、ありがたいことだ。神よ、 Free at last ということで終わるんですね。つまり簡単に希望という文句は語れないけれども、本当に大変なことになった時に私たちの中には何か、私たちが今予測できないような力が湧いてくるものだということをゾフィー・ショールは語りかけているのではないかと思います。どうもご清聴ありがとうございました。